メルティブラッドタイプルミナ。クソったれな仕事だろ、任せな。捜査対象の党の指揮は限りなく苦労ですが、代行者シエルはまだ確保行動に入っていません。っていうか、捜査対象と共同で町のパトロールなんかしてます。一方、活動を再開した新祖ですけど、こっちもなぜか党の指揮と行動を共にしています。町で活動していた死者は代行者シエルと新祖がほぼ片付けていて、ドアへの血液供給は滞っていると見るべきでしょう。以上が宗谷の状況なんですけど、いかがいたしましょう、マーリオ司祭代行。いかがも何もね、頭いて。なんだってこう想定外の邪魔者が多いんだ。神祖の姫君に飛び入りの27祖、埋葬機関のトップランカーにお荷物の豚シスター。役尾にも程があんだろ。ここまで来るとロアに同情しちまいそうだ。とはいえ、こっちも後がない。なりふり構ってはいられねえか。シエルは俺の方で手を打つ。てめえは党の指揮の護衛に入れ。いいな、護衛だぞ。殺すなよ。あのガキがロアに突っかかりそうになったら力ずくで保護するだけでいい。人命保護ですか、異教徒の。しかもロアの転生先の人間を。いろいろ込み入ってはいるが、ありゃ底抜けの善人だ。いいやつって意味じゃなくな。どんだけぶっ壊れていても最後には人様の役に立つ。なんで恩を売っておく。そうだな、3年も経てばいい使い道ができるだろうよ。はあ、何言ってんだこのチャリガキ。問題はそんなのに引っかかっちまった姫様だ。妙に張り切ってるようだからな。考えなしにロアを始末されちゃ元の木阿弥だ。その前に止める必要がある。は、やば。はいはい、代行者ノエル、ご命令通り四季君の護衛に向かいます。アホ、脳なしを真相に当てるわけねえだろ。まあ、てめえはそれでいい。臆病なところと面の厚さは見どころあるからな。その逃げ足の速さ大事にしろよ。ご忠告ありがとうございます。こいつ明日死なないかな。でも真相はどうするんですか。ほっとけないんですよね。ああ、フリーの魔術師でも雇おうと思ったが気が変わった。俺が出る。え、嘘、司祭代行なのに現場出ちゃうの。そりゃ少しはな。運動しねえと太るだろ、肉体的にも精神的にも。とはいえ準備運動はしっかりしねえとな。構えろ豚、その脂肪ちっとは落としてやる。見せるふりしてフルバックね。おお、査定してやるよ。かかってきな。オープンユアマジックサーク。ちょっとチャンス、行くぞ。うわっ、やめて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 、行くぜ。
そうだ、一つのルアーをやればいいでしょ。行くよ、サウナズレをどうだ。まだまだ行くよ、今だろ。イラつく、クラズレをいいな、行くぞ、クラズレをどうだ。いいな、無理ばっ、どうか、どうか、行くぞ、サウナズレを。ガキの身でピアノは重いぜ。よし、お互いいい運動になったな。ピアノマシンの調子は悪くない。人形使いマーリオ、数年越しに復活って。記者が前に出るほど人手不足でね。怖いもの知らずなのね。オープンユアマジックサーキット、ファイト。崩れろ、慎みなさい。いいな、慎みなさい。汚してくれ、ダメ。そこがこいつ、どうした。崩れろ、汚してくれ。無極と行こうか。燃えてきた、どうした。無極と行こうか。休んで、そいつも、どうしたの。あろうものが、華麗な勝利ってやった。パーフェクト。ターンでは遠慮はなし。畳みかけます、バイト。行くぜ、進みなさい。どうした、こうする、汚してみよう。燃えてきた、もう結構です。崩れろ、もう嫌がってる。無駄だ、燃えてきた。進みなさい、落ち着いて。無極と起き上がれ。いいぞ、今日いいぞ、働け。落ち着いて。どうした、てめえに実戦はまだ早い。ユーリ、訓練から手直しときな。ガキの身分はいいよな、考えなしに喧嘩を売れて。ん、ああこっちの話だ。気にせず寝てな、ガキ。止まれよ吸血鬼。悪いが待ち合わせはキャンセル。今まで十分に遊んだだろう。自由時間は今夜限りで、城にお帰り願おうか。あれ、あなたもしかしてラウレンティスの子。ああ、実の息子だよ。何人目かにな。あんたとは初対面だが、自己紹介の必要はねえ。じいさんからよーく聞いている。印象まるで違うけどな。養子じゃないんだ、数奇教なのに。ま、どうでもいいけど。それよりこの糸どういうつもり。町中に張り巡らされていたのは知ってたけど、これ私に対して使ったもの、それとも偶然。偶然なら許してあげるから今すぐ消えなさい。そうじゃないなら、絡まった絹糸ごとあなたの両腕引きちぎることになるけど。そこは指ごとぐらいにしておけっつの。あんまり物騒だとトーナも引かれるぞ。人間と付き合うならソフトかつデリケートな行動を心がけとけよ。恋の駆け引きの話じゃなく、単純に命の話に。少しはおしとやかにしないと、死者と一緒に恋人までけしかねねえぞ。そんな気遣い必要ないし、ずっとおしとやかだし。そもそも恋人でも、四季の歌はあくまで保険よ。
逃がさないの。手元に置いているだけだから。へえ、なんだ、湯立ってるようでそこはしっかりしてるんだな。見直したぜ。なら、遠野がロアに乗ってられそうになった時、いち早く始末するんだよな。鳥を締め殺すように、こう、首を掴んでブチッと。いいえ、四季の体はロアの転生先というより避難所よ。ロアの魂が浮上しても完全に切り替わるわけじゃない。だからロアの魂を抑えられる場所に連れて行けば、四季のままで生きていける。本人は嫌がるだろうけど、私の城なら助けてあげられる。ああそう、だからつかず離れずで恋人ごっこしてたわけか。応援してやりたい気持ちはある。じいさん曰く、てめえには借りがあるからな。だがこっちにも事情がある。馬に蹴られて死んでやるわけにはいかねえ。遠野は諦めろ。城に帰るのはてめえ一人で歩く。える人間は人間の世界で生きるのが一番イージーだって。言われなくてもわかるだろ。オープンユアマジックサーキット。おっと、バイト。アジタード、ダウター、クロスバトル、こうする。やったわ、ダウター、ダウター、ダウター、まだまだ、どこか、やったわ、この、クロスレオ、そこかな、よっと、この、それで、イカウター、気分はどう、クロスレオ、クロスレオ、どうなんて、まだまだ、どこか、そう、よし、なんですけど、逃がさない、ダメ、そう、
なんとか撃退っと。メンタルガタガタで助かったぜ。不安材料はこれでクリアした。あとはロアの目覚めを待てばいい。俺の島で勝手はさせねえよ。今宵の針は一味違いますよ。オープンユアマジックサーキット、ファイト。行くぜ。どうした、こうする。まだまだ、やっなんのやっちゃうぞ。だよ、どうした、やっちゃうぞ。行くぞ。気にせず寝てな、ガキ。指揮者が前に出るほど人手不足でね。私の八極拳受けてみろ。オープンユアマジックサーキット、ファイト。してんな、次だ次。ターンはマジックサークバイト。どうした、おっと、どこかで。くだらねえ、なんでいくぞ。よっと、すまん。
崩れろ。演奏は気に入ったか？ユーモリウタと覚えてる。ソプラノ、カリウスに連絡だ。バカが一人倒れてるから保護しとけってな。最低限傷の手当てもお待ちしてやる。指揮者が前に出るほど人手不足でね。潰す。オープンユアマジックサーキット。ファイト。よーしたそうろいいな。やるな。行くぞ。そりゃそりゃワンパーツ。どうしたうつもろファイト。そうろいいな。やるな。ダウンサーが崩れる。それこうする。行くぜ行くぜ。ダウンサーが崩れる。行くぜ。続けろ。どうしたの？ケオ。華麗な勝利ってやつだ。パーフェクト。ターンユアマジックサーキット。おっと、ファイト。カウンター信じてるようじゃ一生下っ端だ。自分にできないことは他人に無理やりやらせねえとな。はい、吸血鬼退治終了。ついでに工房も大爆発。いやー、いいことした後は空気が美味しいな。風通しも良くなって結構結構。結構じゃねえ！てめえ何してやがる！ロアを殺したばかりか、工房までお釈迦にしやがって。
どこの魔術師だ。所属をいい所属を教会挙げて抗議しに行ってやる。所属ってどこの派閥かってこと？ごめん、魔術協会に入ってないんだ。こんにちは、はじめまして。フリーの何でも屋、青崎青子です。昔この町で知り合った友達の様子が突然なんとなく気になって、こっそり様子を見に来たら使徒が根付いてたんで、おせっかいと思いつつも退治してしまいました。以上、これまでのあらすじ。何か問題ある？マーリオ司祭代行、吸血鬼を退治するのはあなたたちのお仕事だもん。感謝こそされ、煙たがられるなんてことはないでしょ。例えば使徒が残した文献を残らず取得しようなんて考えでもない限りは。青崎青子、てめえ、さてはよその組織に雇われたの？どこのどいつと、うちの獲物をかっさらおうなんて命知らずな不届き者は。え、やだな、本当に偶然だって。サービスで正義の味方をしただけだし。でもちょっとだけ虫の知らせはあったかな。ゼルレッチのじいさんから電話があってさ。なんでもこのままあなたがロアと取引をすると、何もかも悪い方に転がっていくんだとか。でも何が悪いのかは教えてくれなかったから。ほら、面倒だから当事者を始末した。頭トロールなんじゃねえかって。ま、疑わしきは罰せよ。そのあたりは同意してやる。実際の話、ロアと取引をしていたら俺はこの町を差し出していただろうしな。で、次は被害を未然に防いだ正義の味方はどうするんだ？このまま帰りたいところだけど、そうはいかないか。サービス過剰もどうかと思うけど、乗りかかった船だしね。ここはもう一人に急を据えて、禍根は立っておきましょう。あなた、根っからの善人だけど、いいことのためなら何だってしちゃう人でしょ。その通りだ、魔法使い。おまけに諦めが悪くて、ここで一発痛い目に遭わせてくれよ。そうでもなければ、諦めがつかないってもんだ。オープンユアマジックサーキット、ファイト。そこか、どうした。いいな、反撃いっぱい。スマッシュ、オッケー、いかん、食べきれるか、ジェット、仕事の時間だ、働け参入。セット豚のパスタカリア上出来、あとでボーナスな。行くぜ、やったか。へえ、まだ目に光が。ユーリン、やっと回路が決まってた。オッケー、おっと、ハイトー、ごめん、セット、セット、もういい、行くぜ、行くぜ、うつも、いいな、追いつく、どうした、どうする、見とけ、ハイラス、画面使うか、どうした、どうろ、いいな、やってる、やる、見とけ、記憶を打ち、どうする、いいな、やってんしよっか、やり払え、何の、落ちて、アクセル全開、やられた。ふぅ、これぞ。おら、思い知ったか魔法使い。あっとした。そりゃ全部ラウレンティスの自業自得だがな、凡人の意地なめてんじゃねえぞ。おら、そんな事情があったのね。ごめんなさい、マリオくん。
私てっきりあなたも使徒側の汚職司祭だと。ざけんな破壊魔、12のガキが汚職に手を染めるかよ。こっちは人命がかかってんだ、いつだってまっすぐだ、回りくどい手段をする時間はねえ。まあその苦労もこれでご破産だがな、きって悪病神に出会っちまったもんだ。それなんだけど、現状維持でいいなら手がなくもないわ。要はしなければいいんでしょ。ならうちの姉貴に相談してみて。そういう小ずるい逃げ道を考案することに関しちゃ右に出るやつはいない変人よ。ロアの消滅が確認されて代行者シエロは宗谷に残った。あの後宗谷で大きな異変があったようだが誰も観測はできていない。目を覆うような決戦があったんだろうよ、関わりたくもね。とはいえ勝負は私たちの勝ちってことですよね。真相迎撃、ロアは消滅、魔法使いも退散して、シエルのやつは新しい弟子とかゲットしたし、長いレースの始まりって気もするがな。ついでにてめえもやり直しだ。トリマ1年俺の下で再訓練させてやる。少年ともども鍛え直してもらう。それが済んだら適当な教会に赴任させてやる。嘘、やったー、なら死体代行の直属がいいです。いい暮らしさせてください。はあ、俺の成果は使えねえ駒一つときた。ま、命があるだけ上出来か。さて青崎東子、希代の人形師、こいつが役に立つのなら話はまだ終わらない。ロアが残した道筋は生きている。この糸が続いているのなら心底面倒で頭が痛いがな、もう一度この町にやってくることになるだろうさ。仕事を回してやるよ。